はい、始まりました。本日なんですけど、エプロンをつけているということは、今日もダイエット向きの料理を作っていきます。やっちゃいます、いくやん。今日メインで使っていくのはもちろんオートミール。オートミールのアレンジ料理をやっていきます。オートミールのアレンジレシピは今回でなんと第22弾。22弾の今回はオートミールのマヨコーンドリア、はい、こちらです。それでは早速始めていきます。レッツマヨコーン、コーンマヨ、どっち？どうぞ。はい、まずはオートミールのマヨコーンドリアの材料紹介。まずはオートミール。そしてドリアと言ったらチーズ。チーズと言ったらなんだ。それから今日のメインの具材、コーンです。こちらのコーンの缶詰使っていきます。今日はマヨコーン、コーンとマヨ相性良すぎ。ポーリ君とエリカさんぐらい相性良すぎ。エリカさんって誰だん。調味料は使っていきますが、今日もこの少ない材料で作っていきます。早速料理スタート。はい、まずは恒例のオートミールを測っていく作業から始めていきます。今日使っていくオートミールのグラム数は 30g。 まずは 30g 測っていきます。今日もピタリ賞を狙っていきます。はい、ゴー。オートミール派、オートミール派、オートミール派、ゴー。はい、今日も完璧、言うことなし。はい、今測ったオートミール 30g に今度は水、ウォール。今日は水を 80ml、 80ml 入れていきます。はい、水、ほー。はい、水はだいたいこのぐらい。目分量でやる方はオートミール全体に水が行き渡るくらい、オートミール全体を湿らせちゃってください。そしたらここですぐに電子レンジに行きたいところなんですが、ですが今日はここで味付けをしていく。まずはコンソメ、コンソメ小さじ1入れていく。コンソメはっ。それから塩コショウ、塩コショウ少々です。塩コショウ少々です。言いたいんだっけん。ポッポッポッ。はい、そうしたら混ぜまーす。混ぜる。はい、馴染みました。味付け完了。そしたら今度こそ電子レンジ入れていく。電子レンジ600ワットで1分、600ワットで1分入れていきます。はい、ゴー。セッ、バルミューダザレンジ600ワットで1分いっちゃいます。エンジョイ。そうしましたら今度はコーン、メイン食材コーン、マヨコーンの準備を始めていく。コーンは適量となっています。もっとちゃんと言えよ。何粒って言った方がいい。今回はコーンとマヨを先に混ぜていく。なのでこちらシャキーン、シャキーン。マヨネーズ、マヨネーズを入れていきます。チュー。はい、そして混ぜていく。はい、いい感じに混ざってきました。これは最高のやつ。このまま食べちゃいたい。オートミールそっちのけで食べちゃいたい。いかんいかんいかん。はい、マヨコーン完成。そうしたら今度は盛り付けていく。先ほどチンしたオートミールに盛り付けていく。はい、まんべんなく盛り付けていく。それがポイント。今日はコーンもりもりでいきましょう。コーンもりもり、すでに美味しそう。はい、まんべんなくマヨコーン敷き詰めました。贅沢すぎてバチ当たるコーンだぞ。安いぞ。そうでした。そしたら最後にチーズをトッピングしていく。はい、もうパラパラパラー。うわー、めっちゃ良さそう。いやー、いいね。これは美味しそう。はい、こちら。ちょっとマヨコーンを掘り出しながら、チーズと絡めながら、これで最後電子レンジに入れていくだけ。そうしたらもう完成。はい、今日最後の電子レンジの時間なんだけど、簡単に言うとチーズが溶けるまで温めていきましょう。様子を見ながらやっていきましょう。はい、それじゃあ最後ゴー。はい、セッツ。それじゃあレッツゴー。はい、オートミールのマヨコーンドリア完成しました。それがこちら。はい、完璧、いい感じにできました。コーンの黄色が鮮やか、最高のイエローを出しています。コーンってそういうものだけど、パセリで見た目もドーピングしている。皆さんもあればかけてみて。とってもいい香りがしています。想像して。電子レンジで簡単にオートミールのマヨコーンドリアできました。はい、うわー、最高だ。めちゃくちゃ美味しそう。早速味を確かめていきます。はい、美味しそう。いただきます。うん、うん、美味しい。コーン、マヨネーズ、チーズ、オートミール、これはすごいコラボだ。これは美味しい。星3つ。やつ。はい、ごちそうさまでした。
本当に本当に美味しかったです。コーン、マヨ、チーズ、オートミール、これは最強のコラボ。米津玄師とあいみょんとラッドウィンプスの野田洋次郎と僕がコラボしたみたいな、そんな豪華な共演。一人余分がいるぞ、入りたいな。とても美味しかったです。オートミールのドリアは電子レンジだけで簡単にできるのでおすすめです。ぜひトライしてみてください。はい、今日の動画が参考になったよ、美味しそうだったよ、私もオートミールのアレンジ料理にトライしてみますと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。今までにもオートミールのアレンジ料理たくさん作ってきました。再生リストも用意してありますんで、ぜひそちらもご覧ください。サムネも美味しそうなのに変えたんで、ぜひ見てください。これからもオートミールのアレンジレシピはやっていきますんで、期待しててください。期待に応えます。はい、本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。 Yeah!